今回はパリ4区を紹介、サクッといっちゃおう。パリ4区。このエリアは3区と同様にマレ地区と呼ばれ、レストランやバー、クラブなどが集まっている。芸術、文化、歴史的建造物、公園、大聖堂などの観光スポットが豊富にあり、見どころ満載のエリア。バスティーユ。メトロ1号線、5号線、8号線が乗り入れ、1号線ホームにはフランス革命を描いた壁画がある。バスティーユ広場。フランス革命の発端となったバスティーユ牢獄があった広場。1792年にできた古い広場で、中央には黄金に輝く自由の天使の像が載った革命記念柱が立っていて、7月革命の犠牲者を追悼して作られたもの。当時の遺跡がほとんど残されていないのが残念だけど、今では最新のカフェやバーが店を開き、パリジャンに人気のナイトスポットになっている。ラ・フェリシテ・パリ・シュリー・モーラン。さまざまなお店が入っている複合商業施設。ユースホステル、高級ホテル、レストラン、パン屋、エピスリー、食料品市場、リサイクルウェア、アートギャラリー、自転車店などが出店している。魚、チーズ、野菜、肉の4つの売り場があり、買い物してそのままピクニック気分でイートインも楽しめる。アルスナル建築博物館。パリ市の歴史や変遷がわかる博物館。本、専門雑誌、日刊誌と週刊新聞、地理的ファイルを全ての一般向けに展示。パリの歴史、現在の都市、建築の発展、その区の生活、および開発に関する市の決定をたどる文書、建築と都市計画に関する作品、建築家と建物に関するモノグラフなどが並んでいる。図書館や本屋も併設されている。ちなみに入場は無料。共和国防衛宿舎。共和国衛兵隊の本拠地。
ビクトル・ユゴー記念館。18世紀フランスのロマン主義を代表する詩人で小説家、政治家としても活躍したビクトル・ユゴー。フランス文学史上屈指の名作と言われるレ・ミゼラブルは、誰もが一度は耳にしたことがある作品だろう。彼が16年暮らしたという家がパリに残っており、現在は記念館になっている。ちなみにミュージアムは料金がかかるが、家の見学だけなら入場無料。ボージュ広場。パリを世界で一番美しい街にしたいという思いで、兄4世が作ったというパリで最も古い広場。広場を取り囲む美しい赤いレンガの建物が印象的で、上品で優雅な雰囲気が漂っている。オテル・ド・シュリー庭園。パリ秘密の隠れ家。もともとは政治家や貴族の邸宅だった建物。ここへはボージュ広場から少し隠れた入り口を通り抜けるとアクセスできる。裏手のボージュ広場や表のサントワーヌ通りの想像したとは空気感が違い、静かで人も少なく落ち着いた雰囲気。サンポール・サンルイ教会。17世紀にイエズス会によって建てられた、パリで唯一のバロック様式のローマカトリック教会。バロック建築とは、16世紀から17世紀にかけて盛んだった建築様式で、建築そのものだけではなく、彫刻や絵画を含めた様々な芸術活動によって空間を構成している。簡単に言うと装飾型で華やかな雰囲気。ちなみにレ・ミゼラブルの舞台の一つで、コゼットとマリウスが結婚式を挙げた場所。パサージュ・サンポール。教会の裏口へと続く薄暗い通り。暗い理由は、道の途中がアパルトマンで屋根のように覆われているため、まるでトンネルのようにひっそりとしている。教会の秘密の抜け道のようで少し面白く、夜はまるで異界への入り口のように闇に包まれる。マジック博物館。
1700年代から現代までの奇術師に関するアイテムを展示している。ホテルデセンス。非常に美しいフランス式庭園があり、小さいながらも可愛い雰囲気が漂っている。ヨーロッパ写真美術館。18世紀に建てられたヨーロッパ最大級の写真美術館。ラ・ファボリット。鮮やかなピンクの花で統一されたキュートなデコレーションが目を引くカフェ。メニューは伝統的なフレンチにちょっとアジアンテイストなアレンジを加えたものが多い。カクテルやドリンクメニューも豊富。プリンセスクレープ。クレープの本場フランスにある日本のクレープ屋。スタッフのコスチュームが日本の可愛いそのもので、フリルのたくさんついたピンクと白のギンガムチェックのハート型エプロンはとても乙女チック。最近は日本のクレープを好むお客さんも増えている。ラドゥ・ファラフェル。ファラフェル、シャワルマ、ケバブをイスラエル産のワインとともに味わえる。感想ながらとても人気のある中東料理ファストフード。ナンのような生地を袋状に切り開いて中に具を詰め込んだ料理。その中で一番人気なのがファラフェルという小さなコロッケ。昼も夜も大人気で、イートインもテイクアウトも大行列。待っててでも食べる価値あり。ロジエ・ジョゼフ・ミニュレ庭園。17世紀に建てられた美しい歴史的なホテル群に挟まれるように建っている小さな公園。広大な芝生、子供用の木製遊具があり、周囲には散歩道が整備され、定期やペンシセタムなどの草、ベンチが並んでいる。パリ、私立資料館。貴族の館に入ったパリの資料館。専門的な公共図書館で、パリとイルドフランスの歴史に関する書物を収録している。16世紀に建てられたルネサンス様式の館は美しく、一方館内では
最新のコンピューターを使った検索システムが様々な文化的なイベントも開催しているので、貴族の館の見学を兼ねて訪れてみるのもいいかもしれない。ユニクロ。もともとは金や銀を回収する工場の跡地。店内中央にそびえ立つ35メートルのレンガの煙突。地下フロアには巨大な機械など、日本では得られない珍しい歴史がユニクロのブティック内で生き続けている。無印良品。日本だけでなくパリでも無地として大人気。現在パリに8店舗ある。マレ地区のフランブルジュア通りにあるこのお店は日曜も開いていて重宝する。フランス人に対してのギフトとしても喜ばれること間違いなし。カシオ G-SHOCK。 高級感がありスタイリッシュな空間が素晴らしい店内。マルシェボードイヤー。小ぶりながらも魚、野菜、お肉屋さんなど生活に密着した食材が揃うマルシェ、毎週水曜日と土曜日に開催。ポゼット。本格イタリアンジェラートのお店。魅力はクオリティの高さで、どれも一口目から目を見開いてしまうほど豊かな風味。そしてとろりと滑らかな舌触りはただただ最高。ベーアッシュベー。パリでショッピングをするなら必ず訪れたいトレンディーなデパート。フランスのアパレルブランドや化粧品のお店はもちろん、お土産にもおすすめな食料品、雑貨、文具、キッチン用品と何でも揃っていて、地下街には東急ハンズのように DIY グッズや工具を扱うコーナーもある。別館にはグッチ、フェンディ、ジバンシー、バレンティノなどの有名ハイブランドがそれぞれブティックを構えている。5階にはスターバックスコーヒー、ハンバーガーレストランがあり、窓際の席からはパリの素晴らしい景色が見えるので、ショッピングに疲れたらカフェで休憩するのも良い。さらに屋上にはル・ペリショワール・マレというおしゃれなルーフトップバーがあり、パリの夜景を楽しむことができる。昭和記念館。ホロコースに関する展示を行っている博物館兼記念館。第二次世界大戦の恐怖を幅広く伝え、個々の物語をたどり、名前の壁や正義の壁など強力な記念碑としての役割を果たしている。写真や映像が多く、展示室のほとんどが明るさを抑えた照明で、
犠牲者一枚一枚の写真が飾られた最後の空間の照明がまぶしく、そのバランスが何とも言えない気持ちになる。ちなみに入場は無料。フェドリコ・ガルシア・ロルカ庭園。セーヌ川の岸壁にある小さく快適な都市公園。子供向けの遊具もあり、サンルイ島とシテ島の素晴らしい景色を眺めつつリラックスできる。バール通り。1250年から存在するとても古い通りで、中世の雰囲気が今でも残っている。石畳を上がっていくと左手に教会の建物が見え、まるで絵はがきの中に入ったような美しい風景に出会える。サンジェルベ・サンプロテ教会。古代の宗教施設の場所に1494年に建設されたゴシック様式の教会。フランスの有名な音楽一家の活動拠点でもあった。外観のとても美しい教会だけど、中に一歩足を踏み入れるととても質素であり、そして静か。フランスの地方にある古びた教会に入った時のような雰囲気があって、とても心が落ち着く。新郎に並んだ小さな椅子に腰をかければ、パリの喧騒を忘れ、心穏やかなひとときを過ごすことができる。パリ市庁舎。1357年に建てられたネオルネサンス建築の市庁舎。14世紀から今と同じ場所にあり、600年以上の歴史がある。サンジャックの塔。パリの塔といえばエッフェル塔だけど、パリにはもう一つの塔がある。異様に美しく不思議な空間を醸し出している。それがサンジャックの塔。もともとは付随する教会の鐘楼部分で、フランス革命時に破壊され、後に16世紀の教会の唯一残された部分としてこの塔だけが残った。巡礼路関連遺産として世界遺産に登録されている。ブックオフ。
2区に引き続き3区にもある中古書店。パリ、オペラにあるブックオフと同様、日本と同じように中古の書籍や DVD、ゲームなどが販売されていて、その中には日本の書籍や漫画、雑誌などが豊富にある。ポンピドゥセンター、ヨーロッパ最大規模を誇る前衛的デザインの総合文化施設。近代から現代アートの巨匠作品が鑑賞できる見応えのある美術館がある。セドユーロ、シティ内にある日本でいう100円ショップで全商品2ユーロ。品数は少ないが、ちょっとしたものが欲しい時におすすめ。クレープリーボーブール、1997年に誕生したクレープ店。ケルト人とブルトン人の精神を通じて、パンケーキ、ガレット、サイダー、ウイスキー、ティー、自家製チョコレートを提供している。いかがだったでしょうか。パリ4区紹介。パリ中世の街並みを残し、大聖堂のほか古い家や美術館が軒を連ね、どこを行っても歴史が感じられる。世界有数の建築物を見ながらこの地区を散策して、思い出に残る一日となること間違いなし。それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあまたね。